ましょう。いや、ひどい目に、ひどい目に遭いましたよ。さすがにね、クリティカルヒットされることは多少は覚悟しているつもりなんですけど、容赦はしないですよ。こうなったらもう弔い合戦ですよ。まあ攻めたのこっちですからね。攻め、向こうそっちから急に攻めてきてるって何言ってんだっていう、松永さん側からしたらそういうイブイブもあるでしょうけどね。
りよ、あの能力は良くないので、まあ、どうしていくか、どう戦っていくかですかね。ここはちょっと行動力もったいないから、
中精度が8っていう、これひどい。うまくやれば結構削れるかもしれない。100持っていったら150以上削れるよ気がするな。いやもう絵描きと茶飲みさんはいいわ。
ちょっと様子見ようか、この辺で多分逃げると思います。ちょっとね、試してみたいことがあるので先に変数250にいますね。で、中正度、平の中正度が8なのですごい逃げると思うんですよ。なのでちょっとしばらくこのまま放置して動かないでおこうかなと思います。どのくらい減るのかなとか、あれ逃げないの。あれ普通8なら逃げ放題なんだけど、あれいや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 、おかしいおかしい、そんなわけない。なんで、いや、おかしいな、なんか理由があるんでしょうか。ありそうな気がするけど、なんでだろう。
ヒデ線がすごい苦しくて、で、まあ、このパート中にできればセッツ取りたいなぐらいな気持ちで、その佐竹さんが打たれる前までは思っていたんですが、ちょっとできないかな。もう一回戦ミクサができるのであればちょっとしたいなと思ってはいるんですが、先にヤマトが来てくれれば、ダメだったら米寄りになっちゃうんですけど、欲しいけどダメなんです、あなた方。
視聴ありがとうございました。